はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと世界で今注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思いますえ。まずはですね、早速ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、若干ですね、マーケットを弱くんできていて、3万ドルっていうところを意識されるような展開っていうのが、まあ、今、短期的には起こっているんじゃないかなと思っています。で、 えー、とはいえなんですけれども今下にももし3万ドル割れていくと単発的に突発的にガツンと下がる可能性はあるにせよ 今ですねちょっと上に跳ねる可能性も若干あるんじゃないかなというふうに思っているのとあとはもし下に下がったとしてもやっぱりそれは突発的な動きにとどまるんじゃないかというような今、まあ、僕の考えがあるんですが、まあ、それのベースとなっている考えなんですけれどもこちらになりますこれビットフィネックスという取引所のショートポジション空売りの今ポジションの積み上がりというところを表しているものなんですけれども。 ここ最近単発的にちょっとビットコインがパツンパツンって跳ねるようなタイミングありましたよね。それってやっぱりこういったところのショートポジションが積み上がった後の解消、ショートポジションが積み上がって解消っていうのが短期的な上昇に大きく寄与していると思ってはいるんですが、またですね、今、ショートポジションが結構な割合積み上がってきていると。で、これがやっぱり短期的にまた解消されることで、やっぱり下に落ちたとしても え、また上にすぐ反発して戻ってくる。もしくは何かしらテクニカルなものがですね、え、ブレイクして上に抜けすると、これが解消されて、ま、一旦は上がるっていうのが、ま、起こる可能性は十分にあるんじゃないかなと思っています。ただし、これはですね、純粋なトレンドを追っかけての買いっていうよりも、ま、ショートカバーでしかないので、ま、いずれにせよ、下げてから上がっても、もしくは何かをブレイクして上がったとしても、 まあ継続的な会にはつながらないかなと個人的には思っているので、もう下に下がっても上に上がっても、まあ、それを追っかけるっていうことは個人的にはしない方がいいかなと思っています、えー。続いてイーサーも見ていきたいと思うんですけれども、こちらの方がどっちかというとダウントレンド強いかなと思っていますで。特にやっぱり下落のタイミングでですね、アルトコイン、まあ、ビットコイン以外は結構大きく下落するような、ここ最近トレンドにもなって、まあ、トレンドっていうか、まあ,あの通常のトレンドだと思うんですけれども、 なっていますしやっぱりここ最近注目をされていた20日の移動平均線っていうのも今従ってきてはいるので、まあ、積極的に買うっていうのはそもそもないにせよやっぱりこのここでショート入れようかなっていうふうなものを見ていた人もまあ少なからずいるでしょうし、まあ、今はいずれにせよ大きく買っていくっていう相場ではないので、まあ、あまり下げたとしても心配するではないかなと思うんですが、まあ、引き続きレンジ相場継続しながら徐々に下げていく可能性っていうのは なにしもあらずかなとはは思ってはいますただし直近の安値で1万1750とかその辺りを割り込んでさらにレンジを下げていくっていうようなことは少しあの考えづらいかなと思ってます。というのもやっぱりロンドンアップデートハードフォークがですね8月にあることもあってそこに向けてやっぱり注目が非常に集まってくると思うんですよね。でただしアップデートされた後にどういうような期待効果があるのかっていうのは やっぱりまだ分からない。実際やってみないと分からないので、そこでやっぱりいい結果が出れば、しっかりと買いが入ってくるとは思うので、あまりですね、短期的にこのトレンドに乗って、ショートとか、まあ、ポジションを落とすっていうのは少しもったい,かな,もったいないかなと、個人的には思ってますと。はい。えーまあ、そんな感じですかね、マーケットの今状況としては。で、ニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネル応援してもいいよっていう、まあ、非常に 優しい方がいらっしゃいましたらぜひですねチャンネル登録とあとはベルボタンも押していただけると、えー、嬉しいですよろしくお願いしますでは、えー、早速ニュース見ていきたいと思うんですが今若干ですねマクロの要因として、えー、弱含む要因一つあるんですけれどもこのイギリスの中央銀行がですね早期に国債の買い入れを中止する必要が出てくるんじゃないかということをコメントをしていました でこれはいわゆる早期のテーパリングということなんですけれどもやはり大きな要因の一つとそして、まあ、しっかりと今経済が戻ってきている中物価がですね高止まりするんじゃないかっていうリスクが非常に警戒されていますで同じようなコメントがですね以前からも中央銀行の方からは出ていたんですけれども以前そういうふうに言ってた人っていうのはもうすでに、えー、最近退任されてしまったんですねでその方がいなくなって新たにこの方がですね あのこういったコメントを出してきていて、まあ、いわゆるタカ派というコメントなんですけれども、まあ、徐々にこういった、えーまあ、警戒感というのが中央銀行の中でも波及していってると思いますしあとはやっぱり、えー、このミスのの間でも徐々にこういった意見が出始めてるのかなと思ってますなのでちょっとヨーロッパの方はですね株式市場というのが若干弱含み始めていて、まあ、上値が重くなってきてるというのはあるのかなと思ってます。 でそのような展開になるとやっぱりリスクを取りづらい環境になる、まあ、そうするとビットコイン仮想通貨市場っていうのはなかなか資金が入ってきづらくなるので、まあ、短期的にこの辺りが本当にどういうふうな、えー、マーケットのビューというかあのマーケットがこれを咀嚼するかとかあとはイギリスの中央銀行がどういうふうな見方を今本当にしているのかっていうのをおそらく声明とか今後出てくると思うので。 まあそのあたりがですね、ビットコイン仮想通貨に関連しては、少しインパクトあるかなと思うので、引き続き注視していきたいなと思っています。はい。他の今後の方向感を占う上でのニュースなんですけれども、こちらですね、クラケンのブログがありまして、彼らはですね、ここの下降エッジっていうのが今、ここに形成されていて、下降エッジの際には、比較的多いのは、この上値のですね、ダウントレンドを ブレイクして上に行くっていうのが結構多く見られるような傾向だったりはするんですけれどもこういったところを上抜けて8月ですね大きく上に行くんじゃないかっていうことが一つの動きとして予想をされているというのがまずありますと。で次なんですけれども逆にですねこっちのニュースの方は3万ドルっていうところを上げて 大きく下げていく可能性もあるよねっていうそっちのダウンサイドの方を気にしているというようなニュース記事になってますでこっちの方はなぜ下げるかっていうと RSI ですとか MACD って言われるような短期の人たちがよく見るようなテクニカルな指標が若干ですねネガティブな方向に今触れてきてるとでそういうふうになってくるとやっぱり意識するのはダウンサイドでやっぱり サポートのラインっていうのは3万ドルだよねということで今ダウンサイドが非常に気にされているというのが今の状況ですやっぱりこの2つのニュース見てもどう見るか何を見るかによってマーケットの見方と本当にもう違うんですよねなのであまりこういうのは僕は気にする必要ないかなと思ってますし、まあ、今テクニカルでガチャガチャ見ていたりとしても、まあ、結局は僕はレンジかなと思ってます で、本当にやっぱ細かい値幅を取っていってる言ってるんですよ。っていう人はもしかするといるかもしれませんが、まあ,あの僕はそうではないっていうのがまず一つと、あとは結構レンジが本当に狭くなってきてるので、そのレンジ間でえー、先物でプレイするっていうのはちょっとあまり良くないかなと思ってます。やっぱりレンジ相場で取引するっていうのは、結構レンジがしっかりと出てるタイミングでやった方がいいと思うので、レンジが狭くなっていってる時にまあ、方向感を。 まあどっちか取りながら見ていくっていうよりも動いた方についていくっていう方がまあ僕はいいのかなとはやるのであればですよ思ってますただし引き続きレンジ相場は継続だと思いますしどっちかに上抜けたり下抜けたりとかしてもまあそれがトレンドになるっていうことはちょっと考えづらいかなと僕は思っているのでそれはあまり追っかけない方がいいかなというのがまあ僕の意見ですね、まあ、もしやらなきゃいけないやるのであれば抜けた時に そそれのののリバースというううを狙っっっててやるるが僕僕は、まあ、僕だったらそうするかなと思ってます。はい次のニュースなんですけれどもオンチェーンのです、ね、データアナリストのこのウィリー・ウーさんという方がいらっしゃるんですけれども彼がですね今いろいろ分析しているとここ最近のオンチェーンのデータとあとはですねビットコインの価格に関して乖離が結構出てきてますよということが記事として挙げられていました。 これどういうことかっていうと、オンチェーンのデータですね、僕が皆さんにたまにご紹介をする、えー、っと、グラスノードとかのデータのことをオンチェーンのデータっていうふうに言うんですけれども、それがですね、結構強気のシグナルが出てるんですよね。ここにもある通り、7月の上旬にはですね、大口のアドレスがビットコインをですね、非常に買ってますよということが発表されていました。発表というかまあデータから読み取れていましたし、 あとですね、えーと、こちらにもあるんですけれども、えー、とビットコインの時価総額割る、えー、ステーブルコインの時価総額で、それが弱含めば弱含むほど、ステーブルコインの発行数の方がビットコインよりも多くなるで。これがどういう意味かっていうと、まあ、よりですね、ステーブルコインのボリュームが市場にビットコインの市場に対して多くなっているので、 資金がビットコインに入りやすくなるんじゃないかっていうのは分析の方法、考え方なんですけれども、これはですね、ここ見ていただくと分かる通り、最近起こってはいるんですけれども、なかなかビットコインが上がっていかないというような状況が今あると。なので、本来であれば、もしくはその過去のデータであれば、ここって上がっていくタイミングのデータ分析出てるのになかなか上がっていかないよねと。ここ最近ののダウンントレンドっていうのは 少しきついような印象があるんじゃないかってことが言ってますとでただしなんですけれどもこののの弱気のセンンチメントっっってててていいいいいううは継続して続しかかななんじゃないかっていうふうに言っていますでその中のまず1つ目の理由なんですけれども今ですねこの大口のプレイヤーは開発目のフェーズにあるんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。 で大口の人と、まあ、いわゆるクジラなんですけれども、ダウントレンドのタイミングで買って、上昇トレンドの時に売るっていうのが、まあ、彼の、まあ、いわゆる上等手段と言われるようなものなんですけれども、まあ、なので今は継続的に買ってる、なのでどっかでまあ近いうち下げ止まるんじゃないかっていうことがまず言ってますと。で、あとマーケットが、ビットコインが上昇するのに必要なものっていうのは、ポジティブなカタリスト、ポジティブな材料っていうふうに言ってるんですね。なので 今っってそんななななにやっぱり前向きになれるよような材料ないですよね例えば ETF もまだまだ先延ばしになりそうですし本当に何かあるかっていうふうに考えるとそんなにすぐには確信を持って言えるものはないと。なので今後やっぱりカタリスト何かポジティブな材料が出るまではまあ耐えなければいけないような状況があるかもしれませんけれどもここにもある通り大きなイベントが発生すれば価格と供給えー今日 強気,か強気なオンチェーンのデータのギャップが解消されるんじゃないかってことが言われてますよという記事ですね。でこれ僕も本当にやっぱか先最近感じていてなかなかその非常にクジラの動きも,もそうですし、まあ、あとは他のいろんな,なんだろうニュースというかデータ見ていてもなんかこれって強,くの強気のシグナル出てるんじゃないかなとは思ってはいるものの、まあ、どん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 下がっていってると。 これはやっぱり一番大きなのは先日のおそらくグラスノードのデータ分析でもご紹介をしたと思うんですけれども投機マネーが入ってきてないからっていうことだと思うんですねこれやっぱり投機マネーが入ってくるには何かしら大きなカタリストポジティブな材料っていうのが必要だと思うのでやはりそれ待ちかなというのが実際のところあるのかなと思っています、えー、まあ最後なんですけれども Google サーチのですねビットコインっていうものの,あの検索状況が 7ヶ月ぶりのまあ低水準ままで今来てますよということとががニュース記事しして上がって上っましたこれちょっと前に僕も皆さんにご紹介をしたと思うんですけれどもやっぱりこの Google の検索とビットコインの価格っていうのは非常に相関があるので今後はですねこれをまあ見て継続的に見ていくわけじゃないんですけれども底打ちっていうのがどのタイミングになるかっていうのは我々としても一つ気にしておいてもいい一つポイントだったりするのかなと思ってます。 もちろんこれが先行指標になるっていうのはないなくてやっぱり後追いの指標ではあるもののこれがどれぐらいのタイミングの水準なのかっていうのは一、まあ、つ見ておいて、まあ、面白い材料かなとは思ってますただし、まあ、こういったものよりもやっぱりさっきのオンチェーンのデータとかの方が信憑性っていうのは非常に高いのでまあこれは一つ参考の指標として見ていい見ておくとまあいいようなことかなと思ってますただしまあこういったことがマーケットでも今やっぱり気にされているほど マーケットのその注目がビットコイン仮想通貨から抜けているっていうのは一つやっぱりあるんじゃないかなと思うのでもう少しやっぱりダウンサイドのリスクがあるかもしれない短期的にはあるかもしれないっていうのはもう頭の中に入れておいてもいいのかなと思ってますただし今のところから大きく下げていくっていうよりもやっぱりもう底温めに入っているフェーズだと思いますしまあある程度 そこがために関してポジションの構築っていうのは一定程度もかなり進んでいると思うので、えー、まあ今後の上昇に期待の方がまああの高まるかなと思ってます。はいということで、えーっとまあ、今日はちょっとやっぱりあの方向感っていう意味ではなかなか示しづらいような、えー、皆さんにですねニュースっていうのをご紹介をしたんですけれども、まあ、これが本当に今のマーケットの現状ですよとなかなか誰が見るかどう見るか何の指標を見るかによって 全然見方が違うであれば、もう動かなくてよくないっていうのがまあ僕の今の考えだしですし、やっぱりレンジ相場はなかなか抜けれないっていうのがあるのかなと思ってます。ただし、さっきのそのウィリー・ウーさんの分析にもあったように、やっぱりオンチェーンのデータとかっていうのを見てみると、非常に強気なデータが多いとで、あとはやっぱり強気のカタリストが待たれるだけですよっていうのは結構僕の中ではあの腹落ちして説得感あるなというふうに。 思っていますただし <laughs> あの何が強気な要因になるのか強気なそういうセンチメントをもたらしてくれるのかっていうふうに考えた時に、まあ、直近はないなっていうのは正直あの感じるところではあるので、まあ、急いで買うっていうことは絶対必要ないと思いますし上に何かのニュースでパーンと跳ねたとしても、まあ、簡単に追わない方がいいなと僕は思ってます。逆に大きく下げた時も あのそれを追わない方がいいと思いますし今は本当にこのトレンドを作るような何かニュースが出てくるっていうのは考えられないのでまずはですね生観っていうのが僕はいいんじゃないかなと思っていますもしくは僕も今やってますけれどもドルコスト平均法で定期的に変わっていくポジションを積み増していくっていうのが長期的に見ると正解だったりするんじゃないかなとなんとなく個人的には思っていますはい何をもって正解かっていうのもあるので何とも言えないんですけれども 一応ですね今日のマーケットの分析とそれに対しての僕の考え方っていうのを今日もお伝えさせていただきましたこれからもですねこういったものを継続して皆さんにお伝えをしていきたいと思いますので是非ですねご興味ある方はチャンネル登録とあとはベルボタンも押していただけると非常に非常に励みになりますのでよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら Keep you in my heart, and my heart is where you are I still think of you, I want you coming back